僕は甘きんし。支援者のための研究相談アザラシラボっていう名前で活動してまして、発達障害者の方が少しでも楽に暮らせるような感じの研究とか相談を旭川でもそういう場所を作りたいなと思ってやってます。ちなみに私発達障害当事者でして、で、支援者も定型発達って言われる、障害のない人と一緒にいてそういう活動をやってますので、もしそういうのに興味がある方はぜひアザラシラボで検索していただければ、私のブログとか出ますので、よければ見てください。で、次の曲なんですけど、その発達障害の当事者として私が普段感じていることをそのまま歌にしました。聴いてください。フラッシュバック。I'm not afraid to die.
Thank you.